佐々木正は日本の電子工学の科学者、シャープ元副社長、工学博士、ロケット佐々木の異名を持つ、島根県浜田市生まれ、小学校時代に台湾の小学校へ転校、旧制台北高等学校を経て1938年に京都帝国大学卒業、台北高等学校で卒業研究として、 マンゴーとリンゴを継ぎ木する等のマンゴーの品種改良に取り組む。アップルマンゴーはこの研究がきっかけでできたと佐々木は説明している。大卒後、当時の川西機械製作所へ入社。第二次世界大戦中はドイツに対空レーダーのウルツラウスの技術の習得のために派遣され潜水艦で帰国した。1964年に神戸工業取締役から 早川電気工業の要請を受け転身。シャープ株式会社産業機器事業部長、専務、副社長を経て、同社顧問に就任。ポケットに入る超小型電卓の開発により、液晶業界では著名な研究者。また、電気、電子、情報通信分野の国際的な学会である IEE、e、で、日本人で5人目の IEE2003、e、オノラリーメンバーシップを、 授与される。佐々木によれば、1979年、シャープに自動翻訳機を売り込んできた孫正義に資金1億円を与えた。孫は、米国でソフトウェア開発会社のユニゾンワールドを設立。後にソフトバンクとなったという。また、1980年代中盤、事業に立ち悩んでいたスティーブ・ジョブスに相談を持ちかけられ、 ネットワーク基盤の携帯型 IT 機器の時代が来るとの進言をし、後の iPhone の開発につながったという。1985年8月12日、大阪の実家への帰省のために、羽田発痛み業日本航空123便を予約していたが、毎年年末に恒例となっていたフィリップス本社の社長との会食が、フィリップス側の事情でこの年は、 同日に前倒しになったために、同便の登場をキャンセルをし、その墜落事故の難を逃れる結果となった。同墜落事故については、ホテルニューオータニでの会食中に知ったという。一方で、登場をキャンセルしたことを知らされていない妻は佐々木を迎えに、伊丹空港で待っていたが、空港で事故の情報が入ってくると、心中穏やかな状態ではなくなってしまった。それでも、 遅くまで夫の帰りを待っていたが、会食で帰省が先延ばしになったことを知って安心して、帰宅した。ソフトバンク相談役、国際基盤財研究所代表取締役、郵政省電波技術審議会委員、新エネルギー財団、太陽光、エネルギー委員会委員長、国際メディア研究財団理事長、三島科学技術協会理事、島根、テキサス産業技術競争委員会、 島根川競争委員会委員長は他数多くの養殖につく。また、私塾の制度塾を通じ、更新の育成に当たった。2018年1月31日、肺炎のため死去。102歳没。佐々木は、世界初のマイクロプロセッサであるインテル4004の開発において、重要な役割を果たしたことでも知られる。開発初期に、 佐々木はより良い計算機を実現するためのチップのアイデアを考案し、インテル社にこれを製造するよう要請した。彼は4004の開発につながったビジコン社の電子式卓上計算機 141PF の開発に携わっており、1968年に日本で行われたブレインストーミングのセッションにおいて同計算機の構想について議論した。佐々木は この会議で奈良女子大学のソフトウェアエンジニア研究者であった名前の知らない女性から計算機のチップセットの機能をロム、ラム、シフトレジスタ、CPU の4つに分解するというアイデアを受けたとしている。その後1968年に佐々木はインテル社のロバート・ノイスとの最初の会談を行い、この女性のアイデアをインテル社とビジコン社に紹介した。 これがインテル4004のシングルチップマイクロプロセッサとしての基礎的なデザインを完成させたのだという。1970年頃にサムスンは商社から電気産業に進出したが半導体の開発で行き詰まっていた当時、日韓定期閣僚会議が始まって日韓定期への機運があった。日本電機の小林工事が 韓国は技術を盗んでいくと警戒感を持っていたのに、困った、サムスンのリュケンキは佐々木に説得を頼み、中日大韓民国大使と小林、佐々木とで食事する機会をセッティングしてもらった。その後に佐々木以外の3人でゴルフに行き、そこで小林は機嫌を直したという。これがきっかけでリは佐々木を頼るようになり、シャープとサムスンは4ビットマイコンの製造技術で、 提携した。その後、サムスンは日本企業の半導体産業を壊滅させるほどの規模に成長したため、佐々木の判断への厳しい批判も行われた。しかし、佐々木は日本半導体産業の敗因は外に技術を漏らしたことではなく、自らが足を止めたことにあると考えていると反論をしている。一方、理から液晶について教えを壊れた際には、 小林は断ったという。李はこれに納得したというが、その部下は、シャープの技術者から液晶技術を漂設し、シャープでは技術幹部が韓国に渡航しないようパスポートを預かるまでに至った。佐々木はその時にも与えられるものを与えて感謝してくれればいい。少なくともシャープの味方にはなるだろうと思っていたと語っている。しかし、李がトップを離れた時期に、 サムスンがシャープに特許訴訟を起こした。そのことについてはサムスンが情けなかった。リザンはシャープに感謝しとるからね。と述べており、リの復帰後直接話をして訴訟は和解した。ありがとうございます。